株式会社中国放送は、広島市中区に本社を置き、広島県を放送対象地域とする、ラテ県営の特定地上機関放送事業者である。AM ラジオは、JRN と NRN のクロスネット局。コールサインは、ヨーとジョヨーの二通り。テレビは、TBS テレビ系列のフルネット局。コールサインは、ヨー DTV。リモコンキー ID は、 NHK 広島の隣の 3G ガイドの番組データの配信を行っている。キャッチコピーは広島家族 RCC 企業団体の名称個人の肩書きは当時のもの。出展筆頭株主は中国新聞社。中国新聞社の創業家である山本家が個人大株主となっている。中国新聞系がセント以上の 株式を保有し、株主総会での拒否権を有している。一方、キー局の TBS も2005年度に毎日新聞社の出資分の株式を取得して保有している。以下、星印は中国新聞系。1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日。 開局直後のラジオ中国広島本局、広島県全域が放送対象地域になっている。広島本局の出力は中国、四国地方の民放 AM 局では最大級の2 0ットであり、近接する山口県、岡山県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県西部、大分県等の一部地域で直接受信ができる。しかし、 広島県内において、その地形的要素から、県東部での広島本局派の受信状態は、必ずしも良好であるとは言えないため、合わせて、三原、福山、府中に3局、三次、小原、東条に3局の中継局を持ち、それぞれ15、1530kHz 14、1458kHz での同期放送を行い、三波体制により、広島県全域をカバーしている。 ラジオカーナンバープレートは、仙台、先々台の 1350kHz を意味する番号から、FM 補完中継局の 94.6MHz を意味する番号に変わっている。1975年4月から放送を開始した、何でもジョッキーで、タムタムタイムに出演していた、山手和義が、取材先に、アポなしで、ラジオカーで行き、生中継する。 山手和義の飛び込みインタビューを行い、放送開始当時他局は同様のことをしていなかった。放送開始当初の通信機材は 160MHz の FM 送信機と 150MHz 業務用無線機で山手と放送機材を扱うスタッフで中継していた。最初のラジオカーは松田グランドファミリア版で、当時はハロー号と呼ばれた。 1983年7月に松田ボンゴに更新されトピカーと呼ばれた。山手和義の山手和義の飛び込みインタビューは20年続けられた。現在行われているキャスタードライバーが登場したのは1990年11月12日で女性4人を公募し、おはようラジオから何でもジョッキーまで出演。1991年10月には 小川久志の今日もいい朝、放送開始に合わせて、ビンゴラジオカーを女性ドライバー3人で開始した。その頃のラジオカーは、広島、ビンゴともにさんパルサーセダンだった。2017年時点で、広島に一大体制で、女性4人が RCC フロンティアに所属。2人がペアを組んで取材を行い、1人がレポート、もう1人が技術担当をしている。 広島県内にある競合局は少ないが、RCC ラジオは広島県内にあるすべてのラジオ局の中で常に聴取率主要を独創している。レーティング期間になると、ザ・青春ウィークと題し、各番組から様々な豪華プレゼントが用意される。ラジコについては2011年7月20日から広島県内での実用化配信実験を開始した。 あとに、2012年1月23日から、県内限定で本配信へ移行。2014年4月1日から、日本各地で一斉に運用を開始した、ラジコ .jp プレミアムにも対応しているが、ラジコプレミアム運用開始の時点では、県外配信の対象を、RCC カープナイター、RCC カープデイゲーム中継、ラドプレザムに制限しており、それ以外については、 当面、広島県内での配信に制限していた。しかし、同年8月20日に、広島市北部で発生した豪雨、土砂災害で大きな被害が出たことを受け、特別措置として、当日朝からラジコプレミアムでの制限を解除し、自社制作番組の多い午前から夕方を中心に、全国に向けた配信を行うようになる。 その後も、今回の災害に関する情報を継続的に伝えるという観点から、ナイターシーズン中は、原則7時当日のカープ中継終了まで、ナイターシーズン終了後の10月1日以降は、以下の時間帯に放送される自社制作番組を中心にエディアフリー配信を実施している。なお、2015年9月28日をもって、この特別措置が終了し、 他局と同様ほぼすべての番組がエリアフリーの対象となった。平日週末年末年始特例措置中国放送の男性社員が新型コロナウイルスに感染したことを受けての臨時措置として2020年7月18日から8月16日の予定で一部生放送を休止していたが延長され8月31日までが休止対象となっていた。 対象となるのは、月曜夜の、夜の場、土曜昼の、松ちゃん、大ちゃんの福福サタデー、日曜昼の、ショコラジであり、各番組の出演者やスタッフに罹患者や、社員との濃厚接触者はいないものの、スタジオの消毒や、換気の関係などから休止が決まっており、月曜と土曜は臨時に、東京からのネット番組を放送している。 9月5日の福福サタデーよりいずれの番組も放送を再開している。過去の制作番組福山放送局制作番組 HFM 開局前に放送した JFN 系列の番組へ下山デジタルテレビ5局、共同送信所へ下山デジタルテレビ5局、共同送信所を黄金山送信所、建物源。 RCC ラジオ広島 FM 補完中継局黄金山送信所アンテナ源、RCC ラジオ広島 FM 補完中継局 JNN 系列のリモコンキー ID 地図アナログ親局が VHF だった民放では本州で唯一の3アナログ親局は 4CH だったが RCC と同じ TBS テレビ系列局で大阪親局アナログ 4CH を踏襲した MBS 毎日放送や福岡親局アナログ 4CH を踏襲した RKB 毎日放送とは異なりアナログ親局の4には固執しなかった。広島県のリモコンキー ID は最初に NHK 広島の1、2が決定しアナログ親局と同じ4も広島テレビが選択したため RCC は TBS テレビ系列準拠の6ではなく リモコンの最上段で NHK と並び、チャンネル選択がしやすいとして、空いていた3を選択した。RCC 以外は全局キー曲に合わせたところ、広島県内のリモコンキー ID は、山形県や大分県等と同様に開局順に並ぶ結果になった。このため、広島県で空いた6はそのまま空いており、スピルオーバーが届いているエリアで林県の曲に、 割り振られるのが常である。本局を鳥取県、島根県で越境受信される場合は、チャンネルポジションが7か9以降に、山口県では6以降に設定される。2011年7月24日、終了時点ネット番組一家は、競技自体は継続中過去のネット番組か開化のケーブルテレビで区域外再放送されている。以前は、 以下のケーブルテレビでも区域外再放送が行われていた。2011年7月24日正午に地上アナログ放送が終了。その後はブルーバックによるお知らせ画面を流し続けた。23時55分頃から1959年から52年間を振り返る VTR が流され、続けて中国地方の子守歌をハープで演奏する映像が流れた後、 ホワイトバックに y o t v ジョエ t v 5 2年にわたるご視聴ありがとうございました。これからはデジタル放送でお楽しみください。RCC 中国放送のテロップが表示された。感想後、本間正則アナウンサーの y o t v ジョエ t v ご覧の放送は RCC 中国放送です。52年にわたりアナログ放送をご覧いただきありがとうございました。 これをもちまして、アナログ放送を終了いたします。これからは、デジタル放送で、RCC テレビをお楽しみください。のナレーションの後、23時59分に、アナログ放送は停波した。RCC の写真、RCC 開局60年デジタル化の道のり、50から60年史には、アナログ放送終了3秒前、中国地方の子守歌のハープ演奏、 用 TV ジョエ TV 中国放送のテロップがそれぞれ掲載されている。所属はラジオ局アナウンス部。左は入社年。は元アナウンス部長 RCC フロンティアに所属している。ありがとうございます。